ヘイヨー、ケンツメシです。まあ、今日はですね、まあ、タイトルにもあった通り、まあ、3週のね、神器。まあ、デッキこちらなんですけども、まあ、ダクネックユーのコジョババ。今はギャング、ヤギゴブ、コモリっていうのが、まあ、新3種の神器って言われてるんですけど、かつてね、まあ、ダクネが壊れだった時と、ユーノが強くなって、コジョババがね、さらに強かった時、そしてヒールが、強かった時、で、三重子とのこのね、もう、三種三重子ヒールっていう、まあ、インパクトあるデッキなんですけど、まあ、これをね、今の子たちは知らない。というわけで、けしからんと。というわけで、今日はね、こちらの方に来てもらっています。お願いします。おはようございます。池田翼です。はい、というわけで、はい。池田翼くん。はい。はいはいはい。まあ ね、YouTube でクララの動画も上げていたり、はい、まあ、ドドさんのね、クラコロに出たりとか、はい、まあ、Twitter とかもね、やってるって感じで、まあ、チャンネルが下に貼っておくんで、ありがとうございます。ぜひ見てほしいんですけど、まあ、池田翼くん。はい、はい、まあ。トロフィーが今は5000、いくつだっけ、最多が最多5500の、はいはい、5100ぐらいだね、今はね。18勝惜しかったね、20勝。くそ、うん、で、あとタワーレベルがあってって感じでね、うん、まだまだ、練習中。最近始めたもんね、言うて。まあ、去年の夏からだね、ガチ。まあ、9月ぐらいから YouTube 投稿始めて、うん、その時まだ3500ぐらいだったからね。うんうんうん。まあ、半年もう急激にトロ伸びてるんでね。うん、はい。って感じで、今シーズンね、もっと高み目指していきたいってわけなんですけど、はい、まあね、まあ、翼とは、よくね、オフで遊んだりするんで、うん、今日はね、今、翼のチームということで、コラボ動画、兼、まあ、このデッキ、今でも通用するのかと。なるほどね。はい。そう、俺、ちょうどこのデッキが、流行り出した時ぐらいから動画見始めたから、うん、そのダクネが出てきて超強いって騒がれてた時ぐらいから、俺やっとクラロワ YouTube 見ようかなと思って見てたから、はいはい、そうですね。 あとあれだ、俺の YouTube アイコン変わってるんですよ今。あ、出た。はい、プロのデザイナーの方に作ってもらって、まあ、ゴーレムが併用してるって感じで、うんうん、ゴーレムで使ってないと思う方はいいかもしれないですけど、言うてマルチね、俺ゴーレムでやってるんですよ、これ、はい、そうよね。グラシャレはジャイとかだけど、まあ、いろんなデッキ使わなきゃいけないんで、まあ、ゴーレムももちろん使いつつって感じで。そうね、はい、は、原点はゴーレムなんでね、うん、まあそんな感じでグラチャレいきましょう。まあ、ね、エリポンもね強かったんですよね。ノーエイスポーツはびっくりした。アイコン違う、アイコン違う。まああれだね、そんな今ポイズン多くないから、まあ多いかもしんないけど、そんな前よりでしょ。そうだね。おっと、そこでヒールが、これね、マジ昔こうだったの。そうだよね。うん、フルブッパしてあげて、うん、もうこのコジョババプラスのコジョ、いや今でも強いやんけ。で、このゴーレムの防衛はまあ何で防衛しようかなって感じだけど、まあ、30しか固めてもいいし、ユーノだけで防衛してもいいかなっていう。ああ、もう絶対なんか攻撃来るもんな。そうだね、ユーノ出してあれしとけばよかったけど、一時交換かな。しかもこれ内側入っちゃうしな。とりあえずでも30しかしとこうか。うん、で、ポイズンだったら、ヒール打ってばオッケー。これがぶっ刺さると。よいしょ。危ない危ない。危ない危ない。てな感じで、次からね、ゴーレムの防衛は、もうポイズン防衛じゃなくて、うんうん、ヒール防衛でいいかなっていう。一応、ここで追加。で、昔はもっとね、ヒールの回復力が高かったのと、この小島版のダッシュが早かったりとか、まあ、そうだよね、うん。今だって間に合ってなかったもんね、そんなね。そう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 。んで、これはまあ虫かな。ユーノ出すぐらいでいいかな。よいしょ。ユーノもね、ちょうどね、情報修正された時だった気がするんだよね。あ、そうなのか。うん。最近また情報修正来て強くなったけど。なんかダッシュね、しやすくなったね。そうそうそう。で、ここポンポン置いてあげて、もう30種出して、ここら辺に。ヒールかな。お、もう相手ポイズン打ってきた。もう30時に打っても意味ないと思って。まあまあ、これはもうね、相手がどんなにうまくてもって感じではある。相性がちというか。確かに。ヒールがその下方された理由が、まあ相性ゲーになりやすいっていうところ。確かに。だったから下方されたんだけど。とはいえね。そう。やっぱね、じゃんけん要素ね、好まないんですよね、クラロワは。うん。さあ、こっからもあったあっさげ。ヒールさえあれば守れちゃうんで。はいはいはい。守ってあげて、三中し出して、ひで。そう。これは本当に強かったよな。圧倒的相性系だね、これは。そう。
だし、枯渇とかに対してもやっぱヒールっていうのもカードが強すぎて。確かに。うん。で、ここにもだってかけとくだけで、絶対勝てるからな。確かに。今でも、ハマれば強いね。確かにね。うん。キングまで持っていく火力もあるんで、そういった部分で大会とかでもこう、全回率高かったから、ああ。そう。これ人気があったんだよね。時間も短縮できるし、ね。そう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 。ただ、見てわかる通り、ポンプゲーなんよ。ポンプ置いて、防衛してカウンターでの、なるほどね。ヒールっちゅうことで。まあ、メガナイトとかいなかったしな、その当時は。ああ、そうか。うん、でも今もそんなメガナイト使われてないもんね。そうだね。だからワンチャンヒールさん自身あるかなと思うんだけど、ヒールがちょっと 弱くなりすぎた感もあるしな。確かに。うん。ダクネも今のダクネの前だったんだよね。ああ。1回加工された時だけだったから。そうなんや。こんな感じで。神器っぽいね、これは。はいはいはい。ああ、でも、30しかな。よいしょ。やばい、ミニペがやばい動きしてる。レイジはやばい。おっと、ここ一旦待ちでいいかな。しゃあなしやね。今のはちょっとグだったんだけど、防衛がダクネ出すよりかはちょっと頑張っていいかな。でもやっぱ小物いないのきついね。そうだね、今の環境だったらなおさら。そうそう、ギャングとかコウモリ、コウモリもね、うん、コウモリはいたかな。防衛してあげて、結構苦しいな。確かにレイジがあるのも結構。ただ1個おられなければまだあるな。そうね、形作って、ね、そうだね、ポンプ立ててみたいな感じかな。まあ絶対ファイブがポイズン入ってるもんね。そう、それ次第やな。で、こっちに置いた時のあれが怖い。ギャングとかが結構だるいかな。確かに来そうやけどね。来そうだね、来た。分かってんないて。しかもレイジか。この小芝場の HP クソ低いよな。てかミニペが強いな、ババ一発だから。確かに。やばいね。ここな、防衛してカウンターだな。まあこれは美味しいね。美味しいでしょ。これボイズだったらいいね。そうだね。だからダッククリで防衛してきたらしんどいね。ここでヒールをさっきザップ打ったからね。あー、ミニペが強い。ミニペ強いね。ダクネがダメージを与えるもののって感じかな。ここがちょっとね、やっぱね、苦しい部分あるね、環境的に。確かに。さあ、2本目も折れちゃってって感じか。ミニペが昔はね、ワンパンじゃなかったんよ。あー、この前、意外とこの前だもんね。そう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 、だったんで。こういうとこに火がけてとかあったんだけど、回復力も乏しくって感じか。まあ、なんで最初にポンプ破壊されちゃうと、ちょっと苦しいかなっていう。回復力も落ちちゃったしな。確かに。ダクネがこの右のタワーこれ1本折ってんだよね、本当は。あ、そうなんだ。そうそうそう。ってぐらい強かったから。まあ、コウモリの出る数もスピードも、そうそうそう、ステータスも高かったから。まあ、なんか最初の立ち回りだね。だからポンプ置いた後守れればって感じ。結構ね、こういう手札が多いと苦しいんだよね、ポンポクの。もうやりごぶ8だ。お、これは勝たねば。そうだね。お、ポイズンしかも。お、対象良さげ。これな、30旋回もうしていいんかな。これジャイかな。ぽいね。お、あった30し出して、でも相手の出すユニット見てからヒールかな。これは言うので突進を、そう、よいしょ、オッケーオッケーオッケー。でこっちにヒール、もう刺さるね。することによって刺さるんだけど、こっちもやばい。てか全然やっぱ回復しないね。なんならトントンじゃね、むしろ。むしろ押されてるまである。そうだね。まあまあ両方は削ってるから。今みたいな感じで処理してこなかった方のマスケ、
にヒールをかけたりするのが強いんだよね。小屋に対して言うのすげえ強い。そう。ディガメルか、やられてんな。その今さ、この三重子固め出しして、ポイズン相手に、ヒールしたところで、減るよね。ダクプリとかが結構多いよね。ああ、確かに。結構されるか、どの道。そうなんよ。それがしんどいよね。やり込みも結構だるいな。これがしんどいな。そうだね。いよいしょ。いいか。はい。うん、あーまあ、ただ折れたら。オッケー。折れたら、これもう左無視かな。オッケー。左無視してあげて形作ってって感じかな。無視してあげ、よいしょ。ヒーグ、まあ、かましたところでダックプリ来るもんな。でもまあそうなるよね。なるほど。ザップで切っといて、あらはる切るし、なんだかやばくね。よいしょ。まあ、これで打ってくれたから。でもここにヒールみたいな、みたいなね感じ。まあまあ今は流行らんな。まあそんな、だって俺昔その動画で見た時もっとこうヒール回復してたよな。そうだね。ポイズンかかっても全開するぐらいまであったやん。うん、てな感じで、まあこのデッキ強かったんだけど、まあね、まあやっぱ強いデッキにはその加法が来ちゃうっていうところで、まあでも面白いよね。ヒールがこう復活すればまだありかなって感じも思うし。確かに、うん、昔のダクネってマジコウモリめっちゃ出すから。そうだよね、死んだ時も4体出てきてたしさ。そう、対空これ1枚でマジで十分だったから。そう、ね、そう、出した瞬間もピヨって出てきた。そう、だからガゴムレとかにも強かったし、古城場がもっと強かった本当に。突進するまで早かったんだけど。そう、突進するまで早くて、ね、もうすぐダメージ入ってたから、確かに。ってな感じでね、こういう、まあ、ぶっ壊れデッキもあってね、こう今の人たちは知らないというか、ちょっと昔のね、デッキをまあ出していくっていう動画をね、今日は出してみました。はい、というわけで、じゃあ、終わりましょうか。終わりましょうか。というわけで皆さん、じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。おつめし。おつめし。